そうですね、もう本当に最悪やったんで、あのまま。まだ言いますか。気持ちですよね、本当の。本当っすね、魂こもってましたもんね。それは覚えられてましたよ。恥ずかしい。こんなことってあんねや。ね、前回嶋佐が一人で出てくれまして、今回はお二人で出てくれるって嬉しいですよ。そうやね、俺ね、うん、嶋佐がたまたま連絡をつくような感じ で、うん、連絡先知ってたから、はいはい、もうあの、はい、まあ、割とゲストのパターンになって初期やったやんか。そうですね、だいぶ最初の方に出てくれて。だから声かけやすい人から声かけ出たやんか、うんうんうん、でいいっすよって言うから、うん、もうあ、じゃあすっすと出てって言うて、うんうん、まあ一人で出てもらったよ。ほん、ほんなら、まあ、そのアルコール入ってて、あ、そうですね、全然仕事してなかったよ。でも画期的でしたよ、審査員やられてました。そうそう、ほんとすいません、ちょっと、まあ、あんまり仕事やないねんから全然仕事せんでええねんけど、はい、なんかええ感じだった、なんか面白かったから逆に。いや、そうですよね。でもやっぱり大喜利をもしやるんやったら、やっぱりこう相方呼んだ方がええやろと俺思って。はいはいはい。だからやっぱり、ああ、やっぱりちょっと、ね、ちょっとね、あのラフな感じでというか、はい、力抜いた感じでちょっとお酒飲んで、はい、出させてもらったら、思いのほうが、まあ大喜利が出なくて。結構チャットでね、面白い答えがバンバン皆さん。なるほど。そう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 。そうですね。そしてどんどんハードルがもう高くなって。うわうわ。じゃあせっかくなんで、僕じゃあ説明しましょうか、YouTube 大喜利のね、はい、ちゃんとね。はい。じゃあまあこの大喜利というのは、まあ、倉本さんが出したお題にですね、面白おかしく間違ってもらって、ただそれだけの話で。気軽に間違ってください。気軽にね。気軽に。アホっぽいね。もう不正解ございませんので。そうそう、何言うとんねんみたいなことでいいんですよ。そうです、気軽に。それで僕は気兼ねなく書き込んでくれたやつをどん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 面白い面白くない判断せず読んでいきます、うん、はいはい、それを判定してくれるのは倉本さんで解説も。僕はそれを聞きながらね、うん、まあその卵、ひよこ、鶏、うん、キープというね、はい、このあのランク付きちょっとさせてもらうんですけども、皆さんあのキープ目指してやってもらったらっていうことですね、はい、そうなんです、はいはい、お題の方もですね、はい、おみくじの要領で引きまして、皆さんから集めたやつ、皆さんがいただいたお題をね、そう、はいはい、それを皆さんが答えやすいようにアレンジしてくれるのが倉本さんなんですけど、うん、その時間を使ってニューヨークのお二人ね、うん、たくさん質問を、ねはい、してほしいと思うんで、はいはいはい、では質問を、ね、集めてくれる方がこの方でございます。はい、はい、質問姉さんです、どうぞ。はい、質問姉さんのちゃんです。はい、皆さんからの質問たくさんお待ちしております。そうね、そう、はい、ちゃん姉さんでございます。はい、はい、ちゃん姉さんです。はい、はいはい、ではまず最初のお題引きまして、うん、そうですよ、ね、どんなん出るかってね、これね、まあ、えみくじみたいなもんですからね、江戸出たらええな、やめてください。なんか恐怖症になってるじゃないですか、えみくじに対して。そうね、うん、これ引きまして、はい、でこのお題を見まして、それを答えやすいように僕がアレンジすると、はい、でその間にスーパーチャットを読んでもらって、はい、いただいてます。はい、カツとカバコさんからです、はい、お二人揃ってなんですが、今日は用事で無音でしか見れないのですみませんのチャリン。あ、ありがとうございます。はいはい、なるほど、無音でも見てくれてるってことですね。あ、そうなんや、ありがたいですね。動きで笑ってくれてるんですか、絵で楽しむ。ちょっと、はい、森くんさんからいただきました、うん、腰痛に関する、はい、ね、腰のね、腰の腰痛に関するお題ですが、ちょっと、はい、アレンジしますので、はい、その間質問どうぞ。はい、はい、それではまずですね、もうスーパーチャットにて質問をいただいております、うん、お、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ゆいじょうさんからの質問です、うん、はい、結構あの思い切った質問ですが、はい、読ませていただきます。はい、はい、読みましょう。 M1 で松本さんに最悪だと言い放った屋敷さん、崇拝してる松本さんにいきなり噛みついた相方を見て、嶋佐さんは何を思いましたか。あ、はい、聞きたいんですね。あ、僕ですか。嶋佐さんへの質問ですね。確かに嶋佐は松本さん大好きでこの世界入ってきてますからね。そうっすよ、あの瞬間。いや、でももう結果的にはまあ良かった気がしますけどね。なるほど、全体含めて言ってくださるんで。あ、なるほど、うん、屋敷さんも感ついてくれてありがとう。僕はなんかもうただ呆然としてたんですけど。どんな状況か。なんか気がついたらなんか最悪やとかなんか言って、なんか今田さんとかがわーってなんか盛り上がってて。なるほど。もう何が起こってるか分かんない状態になっちゃったってことですね。はい、なるほど。もうあの屋敷さんもあれとっさに出たんですね。そうですね。もう本当に最悪やったんでね、あのまま。まだ言いますか。気持ちですよね、本当の。本当っすね、魂こもってましたもんね、スパーンと。いや、でもね、あれはね、やっぱりね、屋敷の最悪やっていうあの言葉でより面白くなってるからね、うん、間違いなく、うん、うん、
そうそう、もうあれでなんか成立してるもん、あのやり取りは。でもなんかもう普段バラエティとか出させてもらった時ってこう、うん、これ言ったらどうしようとか、これ言って滑ったらとか、うん、コンマ何秒か考えるんですけど、あの時は本当にただ最悪やったから、心の声が出たって感じでしょ。ほんまにほんま多少食い気味ぐらいで言ってたもんな。そうですよね、光の速さといいますか、思考も超えて、かぶってましたもんね、声。すごいなぁ、面白い、最悪やわ、最悪やわ、はい、だそうです、ゆいじょうさん、うん、ありがとうございます。はい、うん、じゃあ1問目のお題いってみますかね。あ、はい、いいですか、いいですか、はい、あら、質問またね、はい、はいはい、どしどしね、はい、くださいね。じゃあ森くんさんのいただいたね、お題ね、うん、はいはい、はい、いいですね、いきますよ、はい、ちょっとだけニュアンスというか、はい、言葉を整理しました、うん、腰の曲がったおばあちゃんの背筋がピーン、何があった腰の曲がったおばあちゃんの背筋がピーン、何があった、はい、小5ぐらいの孫と10万かけて身長競い合ったいいね、本気っすね、なんかほのぼのするし、うん、10万かけたらちょっとな、そうっすね、うん、いいやんか、それで、うんうん、あの孫が おばあちゃん孝行したみたいなねで、おばあちゃんに勝たして10万も孫をあげたみたいな、そうですよ、初号からほんま10万取ったらあかんでしょ、ここから10万かけて、うん、取ったらあかんでしょ、いろいろ言えるからキープ、いいですねめちゃくちゃ広げてくれた、いろいろとなんか面白い話ができそうやからキープ。腰の曲がったおばあちゃんの背筋がピーン、何があった、はい、信じられないくらいでかい屁が出ていやそれはいいよ、うん、それはいい、ボーンっつって、うん、それにしても字下手やな違う本当ですねいいよいいよ、はい、いいと思います、はい、信じられないぐらいでかい部屋でしょ、そうですよ、信じられないぐらい、びっくりした、うん、もうあの一生に一度ぐらいのね、 そうですね、それあると思います。前と同じ答え、前と同じぐらいどういうことどういうこと、嶋佐さん前と同じ答え、あ、え、嶋佐くん前の出演した時に同じ答えをなんかそれ出してったみたい、何の時や何のお題でや、屋敷さん大爆笑です、あ、それね、スタッフが覚えてました、はい、印象深かったみたいです、これは覚えられてましたよ、ね、恥ずかしい、あ、こんなことってあんねや、確かにあのへがなんか好きで、うん、あその出しがちであると思う、その言わないでもらっていいですかスタッフさんが今ね言ってきて、なんで言っちゃうんすか、なんで言ったら後で聞いておきますよ、ほんまやな、ほんまやな、うん、ね、内緒にしといてね、でもこれ恥ずかしい、マジでお前もうキープ出しとこうと思ってんけどな、なんかスタッフからチクリ入ってもうてな、そうですね、いや、なんかチクリ入ってたな、そうやな、あ、でもすまん、ちょっとこれはスタッフが悪かったかもしれん、うん、キープしようか、キープ、おお、もう一回、はい、いいですか、はい、はい、じゃあ屋敷さん、行きましょう、はい、腰の曲がったおばあちゃんの背筋がピン、はい、何があった、あの M1 決勝3組でもおばあちゃんず和牛、おばあちゃんず和牛、おばあちゃんず和牛これはね、ラス1、上沼さんのですもんね、なるなるラスト、おばあちゃんずやねんな、な、はい、僕もツッコミもおばあちゃんず2人ともなで腰曲がってるおばあちゃん2人や、ええー、な、はい、どっちもです、それはもうキープです、大キープです、これはもう和牛さんすげえなまだ最終決勝本当ですよね、ええー、な、いや、その感じその感じうん、最後ですもんね、おばあちゃんずそれはなるわ、ええー、答えやわ、腰の曲がったおばあちゃんの背筋がピーン、はい、何があった、はい、一本グランプリに出たときに、あの、もう一個で一本、あのね、ちょっと待って、もう相方の答えパクのやめてくれ嘘でしょ、いや、そんなんで俺騙されると思うか完全に屋敷の答えパクってるやんか、見せたつもりなんです、いやいやいや、かぶせにもなってない、かぶせになってない、かぶせになってないもん、パクリって言われてるよ、かぶせじゃなくてパクリや、これは、あ、そうですか、うん、でしかも絶対に屋敷の答えの方がおもろいもん、それ分かってるやろ、島さん、島さんさん、なんかそうやんか、そんな一番やばいわ、一番に滑るよりだいぶ恥ずかしいさマジか、いいですね、いや、だから厳しいんだよな、この番組厳しいんじゃなくて、まあ、俺は丁寧に見てんで、そう、愛のある丁寧に見てんで、何でも OK ちゃうやんか、やっぱりね。いいよ、そろそろ、まあ、次のお題行ってもいいけども、なんかやっぱり、うん、
ねえ、島さんに一矢報いてほしいからな。なんかな。いや、報いますよ、次のお題で。次のお題で、ね、あら、もう次のお題で次行ってほしいみたいな。オッケーオッケー、じゃあ次のお題でね。オッケーオッケー、じゃあ次のお題で行こう。一矢報くよ。報います、マジで。おいな、待ってる待ってる、はい、じゃあ今ののベストで決めますよね。はい、面白いな、まずね、はいはいはい、はい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 、はい、じゃあ行きましょう。メイウェザーのアッパー、はいはいはい、小5くらいの孫と10万かけて身長を競い合った、うん、ね、進化した、うん、新弟子検査が控えてた、うん、若い時のおじいさんが目の前に現れた、うん、前と同じ答え出す前と同じ答えを出す嶋佐が面白いっていうことね。そうですね、キープになってます、いつの間にか。そうそうそう、スタッフキープやわ。そうなんですよ、前と同じ答えを出すという YouTube 大喜利のね、始まって以来やから。そう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 、いつの間にかキープになって、奇跡が起こったからね、はいはい、そして M1 の決勝戦で和牛と優勝を争っていた。まあ、あの絵な、あの絵ですね。どんどんどん、ラスト1枚、はいはい、席を譲ってもらうのを諦めた、うんうん、寿命と引き換え、はい、はい、このダーッといっぱい絵の残った中でも、うん、俺どっちかなと思った悩んだやつを、うん、誰の答えか見たら両方とも屋敷あったよ、これ。おお、めっちゃ喜んでますよ。嬉しい。ちょっと今嶋佐さんの気持ちを表してるんでしょうか。こう色紙がね、取れかけてきてるんですよ。もう一回貼り直しますね。なんかね、どんどん嶋佐さんの色紙だけね、おかしいなぁ。おかしいのか、うん、ちょっと手伝もらいます。俺の答えパクって全てもう全然やそう、で前の大喜利の時出した答えも出すしな、ね、どんな状態やねん嶋さん。お前さ、俺の答えと前のお前の答えパクってるからそうやそうや過去の自分もパクってるから。あら、過去の自分と相方の両方パクってるから。あら、すごいですよ。まずいな、ちょっとまずい、ちょっとこれのベストは、和牛おばあちゃんず、和牛おばあちゃんず、和牛おばあちゃんず、誰です。ベスト、おー、はい、ベストアンサー屋敷さん、嬉しい。はい、ニューヨークの、あの上手が素晴らしいいや、下手側も素晴らしいっすよ、倉本さん。ほんまか、ほんとですよ。下手側の素晴らしさ、ちょっと今のところ今日分かってないけど。いやいや、もうコメントで大喜利といえば嶋佐さんって来てるんですよ。呼ぶんすよ。なんで俺まで忘れられたんですか。あ、どうしたんですか、これ。はい、あのね、あの、はい、ちょっとね、この間、ガラス工房行って、俺トロフィー作ってきて。すごい。すごい、うん、すごい、これ手作りですもんね、カノさんの。これあの O1 グランプリっていうの始めようと思って、 O1 グランプリのグランプリ取ったらこれをあ、すげえ、あげようと思ってるんで。すごいすごい、はい、めちゃめちゃ綺麗ですね、はい、めちゃめちゃ綺麗でしょ。吹きガラスで作ったんですよね。そうそうそう、動画作ったんですよ、うん、ね、へえ、はいはいはい、あらあら、なんでちょっと立ち位置変えたらいいかもしれないじゃないですか。あららら、あら、ちょっと、いやいやいや、やっぱ取り合いしないでください。あの上手側がおもろいって言うたからな。あ、そうですよ、上手です、私上手です。いや、僕が上手です。ズームの機能を使って笑い取れてんのすごいわ。すごい。これ初めて見ましたね。おもろいおもろい。はいはい。ね、これを目指して皆さん頑張ってほしいですからね。はい。はい。では次のお題いきますかね。うん、あ、次のお題ね。嶋佐頼むで。はい。ね。ね。頑張ります。挽回お願いしますよ。はい。なかなかやな。そしてスーパーチャットが来てるみたいですよ。はい、いただいてます。はい、はい。くまちゃんさんからです。はい。屋敷さん、ベストアンサーおめでとうございます。お、うん、嶋佐さんの奮起が楽しみ、頑張ってください。おー、応援のね、嶋ちゃん、ありがとうございます。ね、皆さん、チャンネル登録お願いしますよ。はい、グッドボタンもお待ちしております、ね、はい、いいですね。神手の奪い合いっつってめっちゃコメント来てますね。はいはいはい、うん、うん、スタバね、スターバックスカフェね、はいはい、に関するお題が来てるんで、はい、あ、なるほど、はい、スタバで斬新すぎるメニューが、お、ね、どんなんですか。スタバで斬新すぎるメニューが、なるほど、うん、ね、あのスタバの感じね、なんかこう感じながら、そうですね、うわ、こんなん出したんや、ね、意外にいろんなメニューありますからね、食べ物とかね、あるんですよね、パンとかね、うん、そう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 、ね、オーマイ、はい、はいはいはい、嶋佐さん調子出てきた、オーマイっつってはい、いきますよ、やってるわ、不思議なもんね、これは。はいはい、じゃあ行きましょう、はい、スタバで斬新すぎるメニューが、はい、
ハンライス。ナイス。ええー、調子ええなあ、屋敷。それはもう絶対にスピードです。スピード。どんどん振動なるお題です。ナイス。ナイスです。いいですね。やったな、今。大丈夫、大丈夫。やったなってないねん。もうやってるな、そのネタは。マジで。大丈夫です。そんなの受けるもん。いやいや、大丈夫です。出したらいいやんけ。俺は味方っす、嶋佐さん。大丈夫です。大丈夫です。俺のことだよ。いきますか。はい、はい、嶋佐さん行きましょう。行、はいはい、きますよ、はい、スタバで斬新すぎるメニューが、はい、コーヒーつけ麺。これですよ、倉本さん来ましたよ。これ屋敷さんも笑ってるし、あのね、うん、ちゃんとスタバにあるもの使ってるから、うん、と僕はキープ。うわー、行きましたよ。いいよいいよ、コーヒーつけ麺はええよ、ね、あ、よかったかも、ね、よかったです、ホッとしました。うん、スタバで斬新すぎるメニューが、うん、スターバックスワックス。オッケー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 キムショキムショ。はいはいはい、オーケーオッケー。はいはい、大丈夫ですか本当に。ちょ自分でも高めながらオーケー持っていた、はい、スタバで斬新すぎるメニューが、うん、コーヒー歯磨き粉10本セット4800円のところ500円。めちゃくちゃ多いやん、要素。そうです、そうです。どれか1個でも気に入ってもらえればと思って書いてるやん。屋敷さん。10本セットとかさ、値引きとかもう、品がないのよ、ボケに。今日、倉本さんに何か褒めてもらえたと思う。いや、それをさ、やっぱりさ、的確にさ、突っ込んでくれる相方がやっぱりええわ。そうっすね、いや、面白いっすわ。ニューヨークの合わさりがやっぱええねんね、はい、最高だ。ニューヨークに捉えてくれた。いや、ほんま。だって、このまま出されて、俺が細かく言う前に屋敷がいっぱい言うてくれたから、もうおもろくなってるわけやから。そうですね。倉本さん、視聴者からコメント来てますよ。はいはい、クマさんって方から、はい、ツッコミ込みでお願いしますって言ってますね。お願い事がしてます。ツッコミ込みで今のは、はい、あの今の答えはニューヨークということでキープ。おお、はい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 、危ないですね。危ねえ。クマさんの願いが、危ねえ。クマさん、クマさんの願いがね。素で言うてて。じゃあ、あの、このお題のベストを決めましょう、まずね。そうですね、はい、そして今日のベストをベスト決めますから、うん、はい、すごい、なんか面白かったな。まずハンライス、早かったねこれね、スマイル1000円、お高いな、ね、コーヒーつけ麺、もうあると思うねこれね、スターバックスワックス。いちごフラペチーノ肉マシマシ、あ、こういうのあるよ、ね、入り口にスリッパ。もう酔っ払いの答えからねこれね。誠治さん。カフェラテの版画2500円、はい、あ、はい、背景が、ね、見えてよかったですね、プロのお湯マキアート、はいはい、マキが入ったからね、はいはい、節分用のコーヒー豆、あー、これも面白いと思うんですよ、ね、樋口さん飲みながら大喜利、小梅見つからず。いつもね、なんかいつの間にかキープ、あれ読んでてね、あれあったかなと思うんですけど、こういう状況がキープになるからね、そうですね、この番組は、そうなんですよ、はい、特徴的でございます、はいはい、屋敷くんの的確な指摘により面白くなりました、コーヒー歯磨きなんちゃらって言われてますけど、これなんちゃらですよ。はいはい、いや、ちゃんと書いてくださいよ。言っときます、忘れちゃってるじゃん、はい、ちゃんと言っときます。はいはい、はい、これはですね、やっぱりね、いろいろ面白いのありましたけどね、うん、ですね、ここから1個だけ、僕やっぱりね、皮肉もすごい込められてて、うん、面白いなと思ったのはスマイル1000円です。おー、はい、ベスト佐藤さん、はい、ベストアンサー。はい、こっからベストオブベスト、ね、ベストオブベスト決めますからね。そうですよね、はい、そうです、いいですね、うんうん、まあ、さっきのね、ニューヨークが2人でね、頑張って面白くしてくれたっていうのも良かったですけどね。うん、当然ね。はい。そうそうそう。だからアドリブ漫才みたいになってたわけですから、今。いや、本当ですよ。本当に。ファンの方が大喜び。大喜びやろ。うん。そうそうそう。じゃあ行きましょう。はいはい、先ほどね、おばあちゃんの背筋がピーンのね、答え、うん。M1 の決勝戦で和牛と優勝を争っていたって、あの絵ですね。あの絵ね、はい。はい。そしてこれ、はい、ね、スターバックスのね、はいはい、スマイル1000円。はいはい。これ、どちらがベストオブベストか。そうですね。うん。いや、
おばあちゃんズでいいんじゃないですか。おばあちゃんズベスト。おお。M1 のおばあちゃんズ。はい。じゃあニューヨーク屋敷さん、はい、ベスト。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはいはい。ありがとうございます。はい。いやー、そうです。盛り上がりましたね。はい、いや、すごかったですね。はい。